年収1億43歳男です若い頃のようににお金に関係なないいい純粋な出会い恋愛ががしたいのですんえっとまああの汚い格好して出会い系サイトとかに行けばいいと思うんですけど多分ああのほぼ出会えないんですよね。なのでまあ海外とか行ってそのなんか年収500万の日本人ぐらいの感じで多少金持ちぐらいでこう人と出会っといて実は大金持ちっていうぐらいのがマシなんじゃないですか あの今日たまたままその出会い系じゃねえあの結婚相談所の人が書いてるブログみたいなのを見たんですけどその何歳ぐらいだとその出会えるかみたいなのでその女性は30後半になるともう出会う率めっちゃ下がるみたいな結婚相談所ね。っていうので女性は年齢が下がると大変なんだなみたいなのがあったんですけど。 あの男性の年収300万円以下の人が結婚相談所で出会える確率0なんですよ <laughs> そのもう要は年収300万以下というだけでもう誰一人その人と結婚したいと思わないんですよ要は少ないとかじゃなくてもうゼロなんですよ。そのなんか0.01%とかだったらまあ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 分かるかなんですけどゼロなんですよ。 もうあまりにこうなんかシビアな世界すぎてちょっと面白いなと思ってで400万ぐらいでもね大して変わんないんですよ。っていう感じで要はそのお金持ってないアピールをしたとしても残念ながらその。 あの結婚したいと思う女性っていうのは300万以下の男性を人間とも見てないんですよもう付き合う対象でもないし結婚なんて持ってのほかであのもう多分目視界に入らないんですよねそのゴミ虫的な <laughs> っていうのなのであのお金持ってないアピールをして出会いたい気持ちはわかるんですけど多分ね500万ぐらい持ってる感じの,あのアピールをしないと結婚対象として見てもらえないと思いますさ、はい